皆さんこんにちは。今回もストライクスプレイングサッカーのシャッフルモードですね。世界中の選手からランダムに選抜して世界にたった一つだけのチームを作る。やるたびに完全に、新しいチームが出来上がります。イブラヒモビッチ。はい、まあもう説明するまでもない選手ですね。シャッフルモードでも何回も、使い込んでね、まあいいところ悪いところ分かってますね。どうしようかな。でも、はい。まあ、センターフォワード1人だと足元動き出しがないので、サポートみたいな存在が必要っていうのは分かってますね。韓国のセンターフォワード、酒井宏樹います。マルセイユで圧倒的な、存在感を発揮してね、もう PSG に移籍してもおかしくないぐらいの経歴は持ってますね。ベルナルド・シューバと、マンチェスターシティの選手ですね。戦術理解が高くて、ボールタッチ、ドリブルと、この辺のね、能力が非常に優れていると。で、オフェンシブをいったフレーダー、時点でウィングですね。まあ、どこでもできますね。ただ、こうして見ると、スタミナ非常に低いのが気になりますね。ボディコンタクトの低さよりも、スタミナ65っていうのが本当に低いので、そこが気になるな。あ、マリリール。どうしよう。プレッシングマンですね。で、この人スピードもあるんで、ボールを奪ってからの、自らのドリブルですね。フランスと対戦するといつも左サイドはこの人に苦しめられますね。ロシアのサメドフ、ナイジェリアのセンターミッドフィルダー、チリの選手、ナイジェリアのセンターバックですね。コロンビアのミナがいますね。キーパークルトワが入ってます。ベルギーですね。で、西川、あ、どうしよう、まあ、クルトワかな。はい。西川も使いたいですけどね。で、フェグリ、富安、長友優斗。はい。長友、ああ。酒井長友か。ベルナルド真ん中ですかね、じゃあ。まあ、富安入れるか。で、フェグリもね、当然使っていきたいんですけど、となると、韓国の人が外れて。いや、どうしよう、これ。うわ。はい。ゼラタンサポート必要と言いながら、サポートいなくなっちゃいましたね。まあ、一回ワントップで。サメドフ。難しいですね。これも、こういうことになっちゃいますよね。で、マドリディがプレッシング担当と。これできますか。ちょっとマドリディがどうなるかですね。ここが、一つの。あれ、フェグリー、そうか。あ、いいのか。はい、これでいきますか。ちょっとね、これ、ここが完全にポイントになってますね。どうなるか。相手はアルゼンチン。さあ、強い強豪を引きましたけど、サガリ使います。あ、そうか、こういうことか。あ、今ね、競り勝ってます、ツラタン。これもクロス戦術っていうことですかね。もう組んでから気づくっていうね。これも競り勝つでしょ。はい、もう完全に勝ってますね。シュートはゴールなかなか入んないですけども、シュートまでいけてるんで、クロス消してね、悪い戦術ではないと思いますね。はい。酒井が行きますか。はい。マーティーで聞いてますね、ここ。もうアリクロスで。いやー、はい。完全に競り勝ってます。もう3回シュート。長友使う。ああ、そうか。はい。今のね、イブラヒモビッチの、不足してる部分出たと思いますね。見てな、わかる通り。一回当てますか。はい。4回目、4回目にして枠外に飛んじゃいましたね。はい。マティティが、おい、ミナが行きます。はい。マティティから一回戻して、スラタン当てて、強烈なロングシュート、キーパー正面ですね。はい。ちょっと無理ですね、それは。はい、ズラダンの足元に放り込んでシュートで1点ですね。コーナーキックから折り返しのごたつきが、得点に至りましたね。あ、もうね、イブラヒモビッチ完全に最終ラインで張ってもらって、ディフェンスとかしないでね、待っててもらった方が相手にとっては怖いかもしれないです。一回下げます。はい。サイドの数的優位で破りましたね。ベルナルド、長友のシュート、キーパーと。
はい、イブラヒモビッチの足元キーパー正面ですね。後ろ、いやダメか。はい、1-0 ですね。まあ得点至らないですけど、枠内シュートかなり打ちましたね。で、まあね、ディフェンスじゃない、攻撃ね、そこまで機能性良くないですけども、狙いが非常に明確でね、分かりやすく展開してますね。このね、戦術の分かりやすさっていうね、のあまり評価されないですけど、まあ人間のね、認知能力限界があって機械のようにプレイできないですから、はい、まあ戦術理解度っていうね、選手、個々の依存してるね、演数でもありますから、このチーム全体の戦術が分かりやすいっていうのがね、まあこれからのサッカーでポイントになってくる可能性ありますね。3センターバックなんかね、その最たるものですよね。はい、4バックの方がね、機能的には優れてるかもしれませんけど、3センターの、ね、分かりやすさっていうのがもうチームとしてね、一丸となって全チーム全体の戦術の、向かうべきね、まあ位置なるところというかね、そこがはっきりしてるんで、はい、その評価がありますね。で、交代要因ですけど、入れなくて大丈夫でしょう。西川入れるかぐらいですけど、まあ西川入れてもしょうがないですからね。クルトワがやっぱりシュートストップあるんで、まあ最後に聞いてもらって、またクロスで狙いたいと思いますね。はい、そうですね。サーメドフ、フェグリがディフェンスと、まあ何も問題はなく、はい、これも勝ちでしょうね。まあ見た目以上にね、点数以上に狙いの明確さっていうのが本当に効いてると思います。フェグリの、うん、マティティが奪います。ズラタン、足元、シュートは強烈ですがキーパー正面。いやこれ長友にいっちゃうな。長友ヘディングないんでね、ちょっとクロス上げてもしょうがないんですけど、ズラタンに合わせてほしいですね。やばい、はい、ディマリアを注意。まあ、今のところメッシ完封の予想なんですけど、ディマリアだけ本当に要注意ですね。当てますか。当てて長友使うと、背負ってシュート、うん、かわされてんな、みんな。はい、奪って、いやー、マッシュラーの、はい、マティティがいきます。はい、奪って真ん中、グニア走り込んで頼む、よし。はい、いやすごいジャンピングボールですか今。イブラヒモビッチのね、強烈なニアの走り込み狙ったんですけどね、ズラタンが自ら行きましたね。はい、また奪って、もう真ん中で、真ん中、はい、ベルナルドシーブは非常にね、うまく中央にね、相当プレッシャーかけましたけど、残念ながら枠外ですね。長友、メルカド、いやー強い。長友がなかなか1対1で勝てなくなってますね。酒井宏樹、ロングフィード落とし、ベルナルド、ズラタンと、はい、ベルナルドシーバーの足元ですね。ボールタッチの多彩さがね、非常に効いてます。今回ね、イブラヒモビッチね、ワンセンターフォワードにして、で、長友、酒井ですね、サイドミッドフィルダーにして、前半はね、ここからクロスを多く上げる、そういう戦術をね、対応しました。後半ちょっと足元多くなりましたね。ベルナルド・シーバと、真ん中の選手ね、フェグリですね。はい、この辺の、非常にパスが上手くて足元はある選手が、局面をね、中盤局面をちょっと打開して、ズラタンの足元にパスを出すと。あるいはね、ベルナルド・シーバ自らが走り込むみたいなね、そういう展開多くなりましたね。まあちょっとそれが心残りですね。できればクロスだけで完全に試合を決めたかったですけど、クロスだと点が入んなかった。1点ありましたか。はい。っていう形ですからね。まあそうですね。なかなか、まあクロス戦術の難しさっていうのが出てると思いますね。ただ、メンバーだけ見ればね、フェグリとベルナルド・シューバーいれば、で、マルイもいますね。これがいればもう完全にパスでも崩せるんで、まあクロスにこだわる必要はなかったですね。まあでも、たまにはこういうのもいいかと思いますね。で、
ポイント、マドゥリーですね。ディフェンス局面、マドゥリーが非常にやっぱり効いてくれましたね。まあ、プレッシングね、頑張っていましたし、ボール奪った後の、やっぱりちょっとしたね、スピード、ドリブルですね。ここが、マドゥリーの大きな能力の一つかなと、いう感じですね。全体的にかなり調和が取れたフォーメーションになっていましたね。長友と酒井宏樹。まあ、意外とね、長友やっぱりボディーコンタクトですね。体がぶつかるプレーでボール奪われることが多いかなっていう印象ですかね。まあ、ただそれ以上にね、運動量、スプリントの回数と、あとボール持った時のドリブルの鋭さですね。これは健在で。まあ、あとクロスの能力ですね。クロス上げることに関しては非常にね、能力高いんで。やっぱりね、まあ、稀有な存在かなという感じですね。酒井宏樹も完全に安定したサイドミッドフィルダー、サイドバックですね。クロスも非常に正確で使いやすいですね。で、適度にアグレッシブさを持っていると。まあね、長友と酒井宏樹一番の特徴ね、空中戦ですね。違いですね。空中戦。酒井宏樹もセンターバックに入っても十分ね、対応できるぐらいですけど、長友はね、ヘディングね、苦手ですからね。ここが完全に長友と酒井宏樹タイプが違うサイドバックではありますね。っていう感じですかね。イブラヒモビッチ、まあ、ヘディングで決めてるというよりもね、足元非常に長身ながら、技術があるんでね、それで得点することが多いですね。今回もアルゼンチンのセンターバックがなかなか対応できなかったですね。まあ、こういう展開になればね、ちょっとやる前にシャドーストライカー1人いないと厳しいかと言ってたんですけど、クロスのターゲットならもう完全に1人で十分でしたよね。何回もね、競り勝ってるんで。だから、どうですかね。まあ、足元、そうか、ロングフィードの起点、ロングフィードでね、当てると、なんか意外とボールキープできないんで、あと、まあ、くさびのパスとかですね。だから、まあ、要はサイド起点ですね。今回、長友と酒井が非常に良かったんで、ここにボール集めてから、でも、ここね、サイドミッドフィルダーで、前にサイドバックいる状態でも、アーリークロスなら上げられるんで、それで、ズラタンをターゲットにするなら、シャドーストライカーのサポートいなくても、イブラヒモビッチセンターフォワードで真ん中で使えるのかなっていうか、感じですかね、きっと。まあ、この辺ね、ちょっといろいろね、考える余地ありそうですね。今回は非常にうまくいったというか、まあ、点数は伸びなかったですけどね、もう内容的には狙い通りね、ビシッとはまったんで満足ですね。まあ、というわけで、今回はサッカーアルゼンチン代表に3対0でした。また次回ね、これを活かして、よりね、高度なフォーメーションできれば組んでいきたいと思います。というわけで、今回はこれで失礼します。